こんにちは、千田山崎です。本日は生駒市の方にございます、パインブルーム生駒という 2LDK マンションのご紹介させていただきます。こちらのマンションですね、オートロック付きのマンションとなっておりまして、セキュリティ面も安心していただける物件となっております。ぜひご覧いただければと思います。まずこちらのリビングの方からのご紹介となりまして、広さが、キッチンのスペースも含めますと約 12.5 畳と大変広々としたリビングとなっております。まあ、こちら側にはですね、ダイニングテーブルなどを置いていただきまして、こちら側にテレビやソファーを置いていただけるような広々とした、リビングとなっております。また照明器具ですね、お部屋の方にもついておりますし、またエアコンの方もですね、1台、ついております。また、こちら、マンションタイプということでバルコニーも大変広々としたところとなっております。まあ、こちら、これだけ広さの方がございますので、お洗濯物やお布団ですね、十分干していただけるような、ところとなっております。はい、後ほどですね、キッチンの方をご紹介させていただきます。先にこちらの和室の方ですね、リビングに面したところで和室6畳ほどの和室となっておりまして、まあ、こちらですね、お布団の方であれば寝室としてもお使いいただけますし、まあ、このような形でお使いいただけるような、和室となっております。また、こちら和室の方にはですね、押し入れ収納の方がございまして、まあ、こちらの方お布団であったりとかですね、お洋服なども、工夫していただければ、収納していただけるかと思います。はい、またこちらの和室ですね、このようにですね、閉めれるようにもなっておりますので、閉めていただいても、結構かと思います。こちらのキッチンの方ですね、キッチンもかなり大きな、キッチンとなっております。こちら、IH コンロですね、2口のグリルがついたものとなっております。また調理台の方もですね、シンクもかなりゆったりとした広さとなっております。また収納も、上と下と両方ございまして、お鍋やフライパンなども十分収納していただけます。またこちらの方はですね、オーナーさんのご好意で食洗機の方も置いていただいてますので、洗い物もはかどるんじゃないかと思います。こちらの方はですね、給湯器のリモコンとなっておりまして、温度変更などをこちらの方ですぐしていただけます。またオートロック付きの物件となっておりますので、ロビーの方からお話をしていただけるようにもなっておりますので、ご判明も安心していただけます。こちら廊下の方を出てまいりますと、はい、こちらが洗面所となっております。洗面所の広さも十分ございますし、シャンプードレッサー付きの独立洗面台が備え付けでついております。横に室内洗濯機置き場ございまして、こちらがバスルームですね。バスルームも広さの方も十分ございますし、自動用力の追い出し機能がついた、バスルームとなっておりますので、こちらもかなり設備充実しております。また上の方ですね、換気扇の方もございますので、換気面も安心していただけるようなバスルームとなっております。はい、続きまして、廊下の方ですね、このような収納スペースの方がございまして、お洋服と別にしたいものであったりとかですね、縦に長いものも収納していただけるような収納がついた、廊下のスペースとなっております。はい、その隣がですね、お手洗いとなっておりまして、洋式のウォシュレット付きの、清潔感のあるお手洗いとなっております。上の方に、収納スペースの方もございますので、こちらもご利用いただけます。また玄関スペースもかなり、広さの方もございますし、下駄箱ですね、シューズボックス、棚の高さ調整できるような可動式のシューズボックスとなっておりますので、女性の方にも嬉しい、ポイントかと思います。最後こちらの洋室の方ですね、広さが約 4.7 畳ほどの洋室となっておりまして、こちらの方ですね、お子さんおられるご家族の方でしたらお子様部屋としてもお使いいただけます。またこちらの方ですね、ハンガーパイプがついたクローゼットの方がございますので、こちらの方でお洋服などを十分収納していただけるようになっております。はい、まだまだお部屋の方をご紹介させていただきたいんですけれども、詳しい内容は弊社ホームページをご覧ください。また賃貸のまさきではご来店予約いただきますと、制約実績な特典をご用意しております。ぜひご来店予約お待ちしております。奈良のもてなしなら心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。